はい、アビシニアンモルモットのリメちゃんの栄養補助を行います。以上3分、5分、3分ぐらいで、はい、はい、じゃあとりあえず3分で、はい、様子見ながらやります。りんちゃん、ご飯食べてくれる？もぐ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 して、もぐもぐして、もぐもぐして、もぐもぐして、そう、もぐもぐして、ピーちゃんって10分タイマーかけてありますか？かけてあると思うんですけど、すいません、斉藤さん、もう一度お入りください。カバンがどうしてたのか、はい、じゃあ、お入りください、はい、さっきのさ、あの子が入ってたケースはお扱いしていきましょうかね、はい、彼女に、はい、で、お願いがありますけど、週に言われたものでいますけど、いつも使ってるペレットとかも一応、はい、それから野菜用が3日分ぐらい、はい、夕方とか取れます。はい、何時ぐらいか、4時ぐらいか、何時ぐらいか、何時ぐらいか、5時ぐらいに取れます。で、その時に、じゃあいつも食べてみる野菜、はい、そう、たくさんの人が入ってくれてもらって、それからあと、お家ではさ、チモシウマって使ってます？いえ、スノコだけです。スノコだけ、はい、あのね、今そこに食べちゃう、食べちゃう、いや、チモシウマったらいいと思うんですよ。あ、そうですか、うん、あれは使ったことがない。ほんと、あれいいですね、はい、足の裏に、あの、キノシの声にも優しいと思います、はい、で、最悪食べても問題ないし、キノシが絡むと、はい、食べてくるのが食べようなんて、わかりました、構わないんで、で、それを購入してもらって、はい、ちっちゃ、あのサイズじゃなくていいから、ちっちゃいのでいいから、はい、ガテセット病院に入れてほしいんです。あ、はい、そんなすぐやらないんですから。わかりました。そんで、まあ、今ちょっと言うとしてね、心配にしてやらないんですけど、はい、これが夕方来た時にまたちょっとやり方説明しますので、はい、やってほしいんですけど、はい、1回も使います。あと、入院してると、はい、私 YouTube 3年ぐらい前からに、すみません、しました、ありがとうございます。でね、一応ね、一番がね、入院してる時に治療風景を上げたかったんですよ、はい、で、はい、ここまで動画にしてますかね、はい、で、ホーム動画仕事されてる人がいまして、動画でね、はい、モルモットのリンちゃんの治療の様子とかについてあげてますんで、はい、あの、歩いてみてください。それから、あと、時間がある時にこの再生リストを上げてもらって、はい、はい、リムさん頑張りました。お部屋戻ります。